アレックス・シェリー、アレックス・シェリー、アレックス・シェリー、1983年5月23日イ、は、アメリカのプロレスラー。本名、パトリック・マーティン、パトリック・マーティン。ミシガン州デトロイト出身。高校を卒業し大学進学、ほどなく、休学と同時に、ミ・ミシガンのレスリングスクールに、入門、2002年3月2日に、 ミシガン州デトロイトでのインディー工業でプロレスデビュー。スコット・デモアと出会い彼の紹介でカンナムレスリングスクールでトレーニングを積むことになりその時ジョイ・レジェンドと知り合ったことによりヨーロピアンスタイルの技術に興味持った。その後 CZW と様々なインディー団体に出場する。2003年の6月28日、同取材のレッスルレーブ。 デセルレイブ2003に登場し、同団体に初参戦を果たす。同団体への誘いは、CM パンクによるものとのこと同年には、イワミッドサウスのキングオブザデスマッチに出場し、その1回戦でサンェイダットを下して、勝ち進むも2回戦目のタッグ戦で敗退した。2004年5月22日に、オースティン・エイリース、ロドリック・ストロング、 ジャック・エヴァンスらと共にジェネレーションネクスト、ジェネレーションネクストを結成。新世代軍団として団体を設見したが、同年12月にユニットを脱退。その後、スポット参戦を続けるものの、突如として、ジミー・レーブ率いるジエンバシー、ザエンバシーに加入し、ヒールターン。新生ジェネレーションネクストと構想を繰り広げるが、ティネでの活動が多忙となったため、徐々に、ローから、 フェードアウトする。2004年、スコット・デモアの勧めでティネのトライアウトを受け6月より同団体への出場を果たし、2005年よりヒールとして本格的に活動を開始。2006年からはパパラッチ、盗撮カメラマンのギミックを与えられメインストーリーにも登場した。2004年10月24日、レッスルエイドプロジェクトに初来日。2005年5月には、 0-1マックスでの天下1ジュニアリーグに参戦した。同年9月19日には 3J ダットを破り、US 無差別級王座を獲得する。2006年8月25日にはクリス・セービンとのコンビで無いインターナショナルライトタッグ王座を奪ッシュした。2005年から2007年までは日米を股にかけ、活動、その中で相棒のクリス・セービンとのタッグチームに、 モーターシティマシンガンズというユニット名を命名している。2007年5月30日に、セービンと共に久々に、ローに出場した。2008年10月、プロレスエキスポの大陸別タックトーナメントに、北米代表としてエントリーされた。準優勝に終わるが、決勝戦、田中正人関本大輔組も含め、甲子合を連発し、さらに評価を高めた。 2009年1月4日には新日本プロレスの東京ドーム大会レッスルキングダム EE に登場する。セイビンとのコンビでノーリミット、高橋博士二郎内藤哲也組が保持する e ーワグップジュアタック王座をダッシュ。2010年7月11日には同タックでティネ世界タックチーム王座に退官した。2012年5月にティネを退団。 8月26日に SWF に参戦する。AJ カーシュと組んで、フォーエバーフーリーガンズ、ロッキー・ロメロアレックス・コズロフ組の保持するイーワグップ、ジュニアタック王座挑戦したもののカーシュがピンフォール負けを喫し、ダッシュに失敗した。試合後にフーリーガンズの襲撃を受ける中、新日本プロレスの串田が救援に駆けつけ、これをきっかけに新日本に再参戦を果たす。 10月、同団体で開催された、スーパージュニア、タグトーナメントに、シ田とのタッグチームタイムスプリターズとして参加。1回戦で、ザワールドクラスタグチーム、ジ邪ドー＆ゲドー組、2回戦で、高道のく&、イ地組を下し、決勝戦で、アパロ55、プリンスデビット&、田口高助組と対戦。シ田が田口から、ピンフォール勝ちを収め優勝を果たした。 11月12日、パワーストラグルでフーリガンズの保持するイーワグップ、ジュニアタック王座をかけて激突、クシダ・がロメロからピンフォール勝ちを収めて、同王座に退官した。以降、同王座をめぐって、フーリガンズと抗争を繰り広げた。2013年2月10日、ザニュービギニングにて、フォーエバーフーリガンズとのリターンマッチを受けて、防衛に成功する。その後、 重心サンダーライガータイガーマスク組を相手に二度目防衛に成功した。3月23日に8人タッグマッチの試合後、プリンスデビットが保持するイーワグップ、ジュニアヘビー級王座に挑戦を表明。4月5日、ロードツインベージョンにアタックでデビットと対戦。ブラディサンデーでピンフォール負けを喫し、王座ダッシュには至らなかったが、7日に開催された。 インベージョンアタックでは、アパロ55、デビット田口隆介組の挑戦を退け、ジュニアタック王座3度目の防衛に成功した。5月3日、レスリングドンタックでは、再戦を申し入れてきたフーリガンズと対戦した学士だ。ガロメロからピンフォール負けを喫し、王座から陥落した。同月より開催したジュニアの祭典ベストオブザスーパー、ジュニアに初出場。 初戦でヒールターンを果たし新ユニットバレットクラブを結成したデビットを相手に敗北するが、その後は着々と勝ち星を重ねていき、公式リーグ最終戦でドラゴンゲート、USA 所属のリコシェと対戦。この試合に勝利を収め、決勝トーナメントに進出する。6月9日、準決勝で高を下し、決勝で再びデビットと相対した。 双方のセコンドを巻き込む乱戦を繰り広げたが、最後は、デビットのブラディサンデーで、ピンホール負けを喫し、対デビット戦3連敗となった。9月28日、ディストラクションにテクシダ特美高大地組と対戦。試合には、勝利したが試合中、大地の大地式、ライガーボムにより腰を負傷、休場することとなった。1月4日、 東京ドームレッスルキングダム8で復帰。イー w ーグップジュニアタッグ王座に挑戦した。ベストオブザ・スーパージュニアでは予選最終日にタイガーマスクに勝利し、B ブロック1位の成績で準決勝進出を決めていたが、その試合中に左肩を負傷し試合後に病院に直行し治療を受けたが、左肩積損傷の診断により決勝トーナメントが行われる。 代々木第意体育館大会は負傷欠場することになった。5月3日、レスリングドンタクで約2年ぶりにケニー・オメガの持つ E1 グップジュニアヘビー級王座に挑戦。王者をあと一歩のところまで追い詰めたが、バレットクラブの再三にわたる介入により敗北。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに3年連続で出場し、公式戦初戦のデビット・フィンレイ戦で、 スーパーキックを見舞った際に、運悪く、フィンレイが軸足に倒れ込み左足を負傷。翌日からのベスト・オブ・ザ・スーパージュニアシリーズは全戦欠場。残りの公式戦は全て不先輩となった。その他、アメリカのインディ団体を中心として多数のベルト獲得歴あり、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。